南三鶴市は中華人民共和国支川省北東部に位置する地球市。南三鶴市の中心市街地、準景区からは西にある省都成都市へ西内高速航路で直結し、南の高野水地とは南広高速航路で結ばれている。重慶市と結ばれる湯南高速航路も建設中。南三鶴は四川盆地の北東に位置し、東は 達志州市、西は、明陽市と、追名市、北は、広本市に隣接する。北は、米倉山脈、大友江山脈を挟み、仙水省と湖北省。地域の大半は、丘陵地で、森林被覆率は25%。土壌流出が深刻である。上高水系の代表的な支流として、下陵港が、地域の中心を流れる。西川、東川、 構えたになど、その他大小三十30以上の河川が流れる。また、上流部には、マスショウダムをはじめ、石灘ダム、三学寺灘ダム、老うはしごいダムや、オ福フコーダムなど、複数のダムがある。南三鶴市は、古代のと恵国の領域で、紀元前314年に、旗により征服され、と恵軍となった。旗は、現在の中市にあたる場所に、 中堅を置き現在の南三鶴付近を管轄した。関王朝が発足すると、皇祖は現在の淳啓区など南三鶴る区部に安官圏を置いた。これは、祖関戦争の際、生命の危機にあった劉保を捨て身で救った配下の武将の騎身を称え、その故郷である現在の南三鶴る区部を解明したものである。598年、隋により安官圏は、 南三県と改称された。621年、東により南三県、僧女県に下州が置かれた。その他には、州よもぎ州などが置かれた。1227年、南宗により、下州は準系府に昇格した。中華民国の時代に入り1916年、この地方の中心は、州から南三に移された。 中華人民共和国建国以来、南三鶴市が置かれ南三鶴地区の中心となったが、1993年、南三鶴地区は廃止され、地区に属する県市は、新たな地球市の南三鶴市に含まれることとなった。著名な出身者には、歴史書、三国史の著者の陳珠、公軍や八祖寺軍の司令となった、首都区など。三市家族、一研究、市、 五県を管轄下に置く。川北港職南三鶴線区川北行職南、三鶴市支線省、南三鶴市支線省、南三鶴地区支線省、南三鶴市達成鉄道。省と生徒のほか上海、重慶、武漢、甲州への列車が通る。ありがとうございます。